ありがとうございました。ここで少しちょっと話をさせていただきたいんですけど、まあ、今日せっかくですねこんな風にして教会でのコンサートに皆さん来てくださったんですけど、まあ、ちょっと教会らしい話をすると、今日来てくれたみんなはですね、あの神様って本当にいると思いますか？ちょっといると思う人、意外と少ないですね。当然僕はいるって信じてます。まあ、だからここで歌ってるんですけど、今僕はですね、昨日までバイト2つやってて、2つとも昨日で辞めて、まあ、要はニートなんですけど、去年の9月まで、長大に通ってたんですけど、まあ、会わなくてちょっと辞めて、でそれでいろんな人と、話していきました。で名前が自分ヨハネっていうんですよね。でこいつもイザヤだけど、ヨハネとかイザヤとかなんて名前つけてんだよって、ちょっとね今日この後お父さん出てくるんですけど、お父さんに言いたいんですけどまあでも生きてて一回もヨハネが嫌だなって思ったことはないですけど、でそういう名前だからよくそういう話とかいろんな人にされるんですよね。でバイトとかしてて、キリスト教のことを教えてよみたいな話をされることもよくあって、でそれでそういう話をするんですけど、大体半分ぐらいの人は神様がいるって思ってるんですよね。で半分ぐらいの人は、いやそんなの空想のものだみたいな風に言って、でそれは神様なんていないっていう人がですね、なんていうかっていうと、ほとんどの人はこんな風に言うんですよね。神様がいるんだったらなんでこんなに、世の中が理不尽なんだみたいな、なんで例えば天災が起こった時とか、地震があったり火山が噴火したり台風が来たりして、人にどうしようもない、人ではどうしようもできないようなことで誰かが亡くなったり、まあ、悲しいようなことが起こったりしたときに、なんでそういうときに神様がいないって思うっていうふうに言う人は結構います。でももし、まあ、聞いてと思ったのは、もし本当に神様が いるんだったら、僕が信じてる神様っていうのは人のための神様ではなくて、先に神様がいて世界と人間と、作ったっていう、まあ、そういう聖書の言葉を自分は信じてるんですけど、だとすればですね、人のための神様ではなくて神様のための人だったならば、神様、例えば人間がロボットを作ったりとか道具を作ったりして、道具の、まあ、もちろん道具の手入れは当然すると思うんですけど、ロボットのために人間が何かしないといけないわけないんですよね。でだから神様が人を作ったなら別に神様が人のために何かする必要ないんですけど、だけどこんなにも多くの人がですねちゃんと幸せに生きてるっていうことは、まあ、自分はすごいなと思うんですけど、まあそこら辺でちょっとこうなんかこう神様がいるとかいないとかっていうところでなんか違うんじゃないかなって思うんですね。でもし人のための神様だったら、それはまさしく人間がただ作り出しただけで、別に信じる必要ないと思うんですけどね、っていうふうに自分は思ってます。で神様がどんな方かっていうことを、どんな存在かっていうことを歌った歌を今から歌いたいと思います。この曲多分みんな知ってると思うんで、歌ってください、一緒に歌ってください。癒しと奇跡と救い、哀れみ儚い真実、愛と希望で光、全てを益にする、全てを導かれる方、永遠に変わらない。十字架の愛、罪を許し、サタンを砕き勝利、父なる神様、子なるキリスト、聖なる皆は完全、永遠栄光世紀、全てを従えて、その一人子を遣わすほどこの世を愛された、
病を癒し救い与える御業の奇跡感謝全てを導かれる方永遠に変わらない世界を創造時を定めて未来を照らす光罪を許しサタンを砕き勝利感謝光全てを導かれる方全知全能十字架の十字架の愛罪を許しサタンを砕き勝利感謝光栄光全てを導かれる方全知全能それではここで、特別ゲスト再び特別ゲストです出てきていただいております。自分の、お兄ちゃんのえんちゃん出てきたいと思います。エフライ、ああチェックチェック、エフライミです。俺はここにいるっていうと歌います。人は罪に怯えない
ながら憎しみ募らせ生きてる。いくつ時が過ぎても許し続けなくてはならねえのかい。イエスの許しは罪を犯せ者に注がれる。罪なきを買ったイエスは俺たちの罪十字架によって背負わ、イエスは勝つため3日目によみがえり今も生きてる。いくつ時が過ぎても俺たちは歯が笑っているのさ。人は誰もが皆神によって生きているだから俺はここにいる。神に愛されて俺は生きている。神に許されてお前どこにいる。誰に愛されてお前生きてるかい。誰に許されてお前ここにいる。神に愛されてお前生きている。神に許されてただそれだけを信じている。ただそれだけを信じている。ちょっとギターの弦が切れちゃってちょっとトラブルが起きたんだけど、改めてイザヤの兄貴のエルサレムって言います。学校ではどんな感じか分かんないんだけど、まあ家とかでは俺に歯向かったことはないです。まああの今俺はここにいるって歌ったんだけど、今日本当にここに来てくれてありがとう。今みんなはまあ15歳だから卒業して中学生でもなければ高校生でもないわけで、いや言ってみれば何者でもないわけなんだけど、実は今歌っていたことがすごく大事なことで、これから社会に出ていくとみんな何者かにならなきゃいけなくて、社会人とかいわゆる男らしく生きていくとか女性らしく生きていくとかそういうもんで、でも実は生まれてくるときは聖書の中には母の胎に生まれた時からもう私はあなたを愛してるって言うんだけど、男だろうが女だろうがそういう以前に俺はここにいるっていう、何者でもない俺を愛してくれてるっていうのが神様の愛ってやつなんだよね。人間の愛っていうのは必ず If type of love、 もし君がこの高校に入ったら可愛がってあげるよとか、もし君が、いい会社に入ったら愛してあげるよっていうのが、まあ、普通の人間の親の愛なんだけど、まあ、それは普通だよね。で次 Because of type of love、 なんで僕のこと好きなの、可愛いからかっこいいから、なんで俺のこと好きなの、サッカーがうまいから歌がうまいから、まあ、これが人間の愛だから、ジジババになるとみんな捨てられていくし、愛というものが分かんなくなる。だけど俺が信じてる神様の愛とみんな今信じてる神様の愛は Because、 違う In spite of type of love、 にもかかわらず愛してくれている愛。俺たちが今生きていく中で今分かんないと思うんだけど、これから必ず何者かにならなきゃいけない、
結婚したら父親にならなきゃいけない、子供がまた父親にならなきゃいけない、母親にならなきゃいけない、女性らしく生きていかなきゃいけない、これから何かにならなきゃいけない。でも何かになったから俺たちは愛されてるんじゃなくて、何者にもなっていないのにかかわらず愛されてるってことを知ってほしいんだよね。それが神様の愛で、みんな何者かになれば愛されてると思う、あれば価値ができると思う、可愛くなったら愛されるし、ね、サッカーができればみんな注目してくれる、若い時っていうのは注目されたいんだよね。でこれからみんな必ず一人ぼっちになるからね。今日はあのコンサートに来てくれて友達が行くから行くっていう感じで生きてきたと思うけど、これから親死んで兄弟もいなくなって自分一人で生きていかないといけなくなる、その時にめちゃくちゃ大事なんだ、何者でもない自分を愛してくれてる存在がいるかどうかっていうことは。生まれてくる時何者でもなかったはず、そして死んでいく時もそう、ジジババになって死んでいく時、引退した後みんなボケちゃうでしょ、仕事ができなくて、仕事がなくなって俺何すればいいのって、ニートになって何すればいいのって。でもね、何者でもないお前を愛してくれてる神様がいるってことは、これめちゃくちゃすごい大きいことなんだよ。みんな聞くだろう、お前誰だって、男か女かとか職業なんだってこれから聞いていくと思う。で自分もそれに伴って心がいい会社になって社長になったら、俺は社長だって心が高くなっていい気分になるんだよ、まさにそう。でも音楽とかそうなんだけど、俺は兄弟やってんだけど、兄弟というよりも心許せるやつとやりたいんだよね。今回人生ってトラブルが大きいんだよね。あのギターがいきなり切れちゃって俺どうしようかなみたいなのあるんだけど、でもそれでも進んでいかなきゃいけない、これから病になるかもしれない、いつ死ぬか分かんねえ、死ぬっていうものから目を背けちゃいけないよ、現実だからね。本当に愛っていうもの存在、最近のテレビとかはこの神様っていうのはこの世のものじゃないんだよ、だから俺たちは何者でもない、この世のものの何者でもない、この世のものでもないものが光が来たわけ、俺たちの世界にはいいものなんて何もないよ、多分今言ってること何も分かんないと思うけど、多分お前たちって15歳で言ってること分かんないんだけど多分伝わってると思うんだよね。それで俺がなんでバンドするかって言ったら、ギターが上手かったりするとドラムが叩けるとバンド組む、音楽ができると能力があるとこうね、組むんだけど、俺はそうじゃなくて兄弟だからっていうのでもなくて心が許せるからやるんだよね。こいつ5年前ぐらいかな、ドラム叩けなかった時にこいつにドラム叩いてくれと思ったんだけど、別にこいつがドラム叩かなかったらドラムいらないんだよ、 俺の中にドラムっていうサウンドがいらないんだよ。俺はドラム才能サウンドを持ってるんじゃなくてこいつを求めてるわけで、こいつを求めるってどういうことかって言ったら心を求めてるわけで、俺たちはいろいろ心って言ったらしらけるけど、マジで生きてるやつをバカにするなよお前たち、これから生きていく上でな、なんでマジになれないんだよ、マジで生きていくやつを笑うとお前が何者でもなくなった時に笑われるぜ、これマジだぜ。で何者でもないってどういうことかって言ったら、実は俺たちの心は何者にもならないんだよ。会社に入って傷ついたりしてこれからいろいろやっていくと思う、多分今恥ずかしいからな、こいつ意味わかんねえやって感じだと思うんだよ、必ず分かる時が来るし、多分もう分かっちゃってるんじゃないかなと思う。今から歌う愛っていうのはあなたの愛に包まれてっていう愛なんだけど、何者でもないお前を愛してくれてる。今清原和博とかいう容疑者になっちゃったけど、彼は容疑者になっちゃったんだよね。前はヒーローだった、野球選手だった、彼のことを愛してくれてるやつって今誰何人いるのかなって思った時にすごく不安になるんだけど、そんな彼でも愛されてる。なんか俺たち教会っていうのは敷居が高いかどうか知らないけど、惨めな 俺みたいなやつを愛してくれてるっていうのが教会。まあなんかおかしい話を聞くかもしれないけど、難しい話じゃない。これからじゃああなたの愛に包まれるっていう歌を歌いたいと思います。聴いてください。私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してると
主は奪われた私のすべてを愛すると言ってくださった。自分のことが愛せなかった、どんなに限りを尽くしても、でもあなたのそんな言葉が私の心を開いた。私のすべてを受け入れる、こんな悲しい心さえも知らないよや言葉にとらわれず、愛にあふれた優しい目で、ただ私を見て、今の私を見て、愛すると言ってくださった。今私はあなたの愛の意味を知る。涙を流さないで、弱くなんかない、小さくなんかない、誰もが誰もが輝ける。Thank you.